京坂江山明泉寺境内全津明泉寺は、千葉県いすみ市にある日蓮宗の寺院。3号は、京坂江山。旧本山は大本山池上本門寺。池上中道富士安法類の柳島方園に、属する。旧寺閣は、非近乱寺席、中本寺。元、池上門流和佐総触れ頭。 衝動院碑と共に一部を混流したのがその乱章である。その際、碑は自らを解散とせず、死である引谷明本寺、池上本門寺、両山四世、大足あ砂利り山を解散に迎えている。三号の、京坂江山は、明本寺の三号、長江山と本門寺の三号、長栄山から一文字ずつ合わせたもので、長六二年には、遼山八世、大雲阿じゃ美朝より、 上佐国本寺の称号を隠居されたことからも、両山にとって、重要寺院であることが伺える。時が下り、江戸時代初期には、初代王滝藩主、本岳より外号を受けており、慶安2年には三大将軍、徳川家光より21国の衆院上が下付された。さらに、本末制度が確立されると、上佐国池上門流1 2十家寺の総触れ頭に、任命され、 松寺二十火事を要する中本寺として、異様を誇るまでに至った。この格好たる経済基盤を背景に、毎年遼山に対して、金銭や食料を上納しその後寺を支えたことから、かず池上門流は、遼山の台所と呼ばれ、池上門流の中でも重要視される一大勢力圏となり、これを総理当官する妙泉寺の格式も比例して高まっていった。 このような歴史的背景から、歴代住職には、団輪の家主が数多く迎えられ、各本山の漢字を多数排出する出世時となっている。42世、宝珠院紐が記した、京坂駅によれば、最盛期の明泉寺には、祖師堂、客殿、食堂、首郎、二王門、岸茂神道、万神道の七道伽藍が整えられていたという。また、 明治29年に編纂された日本博覧図書集、京坂山明仙寺境内禅図によれば、祖師堂、客殿、妙剣堂、栗、主郎、中門、長屋門、二王門が存在し、祖師堂、客殿、栗は長回廊でつながっていた。現在の書道は以下の通りである。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では旧本山、 休末時と呼び習わしている。ありがとうございます。